このアクアの自転周期はマンホームとほぼ同じ24時間周期なのですが、公転周期はマンホームの2倍あるので1年は24ヶ月なんです。はあ。ですから春夏秋冬も2倍の長さがあって、海水浴のできる長さもなんとマンホームの倍なんです。すごいですよね。え？興味ありませんか？あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。でも、なんだかつまらなそうな顔をされているから。あ、大学生ですからこれってとっくにご存知なんですか？いや、そういうわけでもなくて。はい。このアクアには猫って多いの？にゃんこさんですか？アクアの猫ならば。にゃえ。ああ、いや、そうじゃなくて、マンホームにいるのと同じ猫なんだけど。僕何言ってんだろうね。されましたか？あ、いや。実は夢を見たんだよ。このアクアに来る途中の船の中で、僕がまだ小さかった頃に飼っていた猫の夢を。夢だけならよくある話かもしれないけれど、宇宙港に降りた時、そっくりの猫を見つけたんだ。もしかしてそれでアリア社長のことを見て、それでそのニャンコさんは、きっと何かの間違い、そもそも全てが夢だったのかもしれない。もうずっと昔の話さ。彼女病気で亡くしてしまったの。ごめんなさい、辛いことを聞いてしまって。ああ、いいんだよ、僕が最初に話したことなんだから。だけどアイネは、あ、僕の猫の名前なんだけど、なんだか悲しそうだった。ひょっとしたら、なんで助けてくれなかったのって思ってるかもね。それ絶対違いますよ。むしろ今でもそんなに愛してくれていることに感謝してるんじゃないかな、そのにゃんこさん。そうかな。ならなんでアイネはあんな悲しそうな目をして僕のことを見ていたんだろう。あ、ごめん、こんなこと君に言っても仕方ないことなんだ。けど、そのにゃんこさんがここまであなたを導いてくれたのなら、それは何か意味のあることなんだと思います。そして私たちがそこで出会ったのも、きっとにゃんこさんが引き合わせてくれたのかもしれませんよ。あらあら、そんなことを言っていると。恥ずかしいセリフ禁止。あ、アイカちゃん。まったく、あんたって子は。だってだって。だってじゃないの。だってお客様が私のゴンドラに出会うなんて偶然とは思えないでしょ。だからってなんであんたはいつも運命とかそういう何の根拠もないことに結びつけるの。だって私たちは出会うべくして出会った、そう思った方が楽しいと思わない？
私と愛花ちゃんが出会ったみたいに。え、な、何言ってんのよ。恥ずかしいセリフ禁止、2回目。あ、愛花ちゃん照れてる。照れてなんかないわよ。たく、今日はちょっと暑いからもう行くわ。愛花ちゃん、また後でね。大声で手を振らない。あー、みんなこっちを見てるじゃない。2人とも仲がいいんですね。ええ、羨ましい。話しましたっけ？え？観光案内。ああ、自転周期とかその辺かな。まだそんなところでした？いけない。じゃあどこにご案内しようかな。あの、はい、ご希望の場所があればおっしゃってくださいね。まあ、いや、君は本当に楽しそうだね。え？はい、とっても。変ですか？そんなことないよ。たださっきから見てて、本当にこの仕事を楽しそうにやってるなってよく見ていますね、お客様。恥ずかしい。私、このウンディーネの仕事大好きです。まだまだ半人前ですけど、毎日いろんな人と出会えて、毎日いろんな発見があって、とっても素敵な仕事なんです。いいな、君は。え？あの、お客様は大好きなものありませんか？あったと言うべきかな。お？このアクアには不思議なお話がいっぱいあるんですけど、実はニャンコさんの王国があるんです。猫の国？古いマンホームの昔話に出てくるんですよね、アリシアさん。そうね、マンホームのハイランド地方に伝わる昔話によれば、家から猫がいなくなった時は猫の王様、あ、ケットシーと言うんだけれど、その王様が猫たちの集会を開いているんですって。そのケットシーの王国がアクア？はい、実はここだけの話、愛花ちゃんと一緒にアリア社長を追っかけていた時に入り込んでしまったんです。え？ね、アリア社長。パイニューイ。だから、もしかしたらあなたのニャンコさん、アイネさんも本当はあの王国で元気にしているかもしれませんよ。それが懐かしくってあなたに会いに来たのかも。そんなことあるわけないよ。だって10年以上も前の話だよ。いくらなんでもアイネが生きているはずがない。それにマンホームでいなくなったのに、どうやってアクアに来たって言うんだい？だけど、あなたは実際にアイネさんに会ったんですよね。それは夢の話で。ウンディーネさん。はい。もしよかったら、その猫の王国ってところに
案内してくれないか。え？でも一度行ったことがあるのなら行き方はわかるよね。アリシアさん、あらあら、まあいいんじゃないかしら。私もちょっと興味あるわ。わかりました。私だってウンディーネですもん。お客様のご要望にはお答えいたします。だけど本当によろしいんですね、にゃんこさんたちの王国は。妖術で人間が入れないようになっているって言われているんです。もし入り込んでしまったら帰って来られなくなるかもしれない。やっぱりまた今度にするよ。そうですか。なら私のとっておきルートをご紹介しますね。ネオベネツィアはマンホームにあったベネツィアの街並みをほぼ完全に再現しているんですよ。ほら、立ち並ぶ建物だって100年ちょっとしか経ってないなんて思えないでしょ。一部は古い建材をマンホームからそのまま持ち込み移築したと言われているんです。わざわざ移築したの？なんで？なんでって言われましても、せっかく一から街づくりをするんならもっと合理的な都市計画をもとに近代的な街を作るべきじゃなかったのかな。街の移動だってこんな船じゃなくて便利な、例えば空中にモノレールを建設してしまうとか、方法はいくらでもありそうだけどな。確かにその方が便利かもしれませんね。だよね。僕に都市設計をやらせてもらえればもっと、あ、で建築を勉強されているんですか？うん、専門は都市設計なんだ。すごいですね。ええ、確かにこのアクアは不便なことばっかりです。郵便だってメールじゃなくて、毎日おじさんが手で配達してるし、マンホームなら電話一本で食材を配達してもらえばいいのに、ここではみんな市場に買い出しに出かけるんです。おまけにこの入り組んだ水路、私だって時々迷ってしまいます。やっぱりさっきから思ってたんだ。ウンディーネなのになんか角を曲がるたびにため息ついてるから。あらあら、そうなの？え、あ、すみません、もっと勉強します。でも私このネオベネチアの不便さが大好きです。郵便屋さんのおじさんから手渡される手紙はほっこりと胸が温かくなるし、市場のおばさんとの会話は楽しくて、時々おまけなんかもしてくれて。不便に見えるからかもしれないけれど、そういう不便さも含めてこの街が大好きなんです。けど、あらあら、失礼しました。それともう一つ、この街が大好きな理由教えてあげます。これはジャガバターですけど。ジャガバター、
いうちに召し上がれ。あ、はふっか。どうしました？え？早く食べないと冷めちゃいますよ。あち、暑いから気をつけた方が。ハフハフ、いいですよ。遅いよ。でも美味しいでしょ。うんうんうん、マンホームから来たお客様をよくここにお連れするんです。だってこんなに美味しいジャガバター、マンホームではもう食べられませんから。それがこの街が大好きなもう一つの理由です。そんな理由？変ですか？だけどこのアクアだって人工的に自然を操作しているんだよね。はい、そうですけど。ならこのジャガバターだってマンホームと同じようにいつか屋台なんかじゃなくて大量生産されるようになるかもしれないんじゃないかな。そうかもしれません。だけどこのアクアの自然ってちょっとやんちゃ坊主みたいなところがあって、絶対に人間の思う通りにはならないんです。暮らしてみればわかると思いますけど、結局は人間の手でやらなきゃならないことがいっぱい。それでもそんな不便さが自分の手で何かをやっているっていう感じ、それが楽しいんです。だからこのジャガバターはなくならない。はい、そうか。あらあら大変。水です。さっきは言い過ぎたかなって。君がこのネオベネツィアのことが大好きなのを分かっていて、あんな意地悪なこと。そう、ごめん。お客様、あの謝ったりなんかしないでください。私全然気にしてませんから。だけどさっきから黙ってるから、てっきり凝ってるのかと思って。アリシアさん、そろそろでしょうか？ええ、そろそろね。すぐにわかりますよ。ほら。何度かこの岬のあたりでは風向きが急に変わる時間があるんです。その時はこうやって花吹雪があたりをピンク色に染めるんです。春先だと春一番って言って強い風が吹いて、それはもっと見ものなんですよ。もう夏が近いので花もあまり残ってませんからね。気に入りませんでした？そうじゃないけど、なぜ？アクアの自然の素晴らしさ見せたかったんです。確かに気候は人工的にコントロールされてますけど、この花風だけは絶対に読めないんです。実際にこの場所に来て
風向きを確認してそろそろかなって思うとブワーって。ほんと面白い子だな君って。そうですか、気に入ってもらえました？うん、とってもよかった。夏になると木々が青々と茂って、それはそれで綺麗なんですけど、そろそろ花風は今年最後なんです。見せられてよかった。違う違う。え？気に入ったのは君のことなんだけど。この自然だと思うからね。あの花風、アリスちゃんも綺麗だと思うよね。それはそうですけど、ウンディーネの仕事って観光ガイドに載っていないこのアクアの素晴らしさを伝えることだと思うの。そうかもしれません。だよね、だよね。あかり先輩、それはいいんですけど、お客様をほったらかしはでっかい問題があると思います。あらあら。ふわ、すいません、お客様。別にいいって、急ぐ必要もない。私またなんかやっちゃいましたか？またって、あかり先輩もう何かやったんですか？ちょっとね。まだ宿決めてないんだった。お客様、宿はまだ決まってないんですよね。大丈夫、まだ夕方ですから、チェックインまでにおすすめの宿にご案内いたします。よう、もみこ。もみこ？あの、赤月さん、その呼び方はやめてください。なぜだ、立派なもみあげ。だからもみこだ、文句あるか？じゃなくって、そうじゃなかった。私急いでるんです。お客様を宿までお連れしないといけませんから。うん、そうか、それはすまんかった、もみこよ。絶対わざとでしょ、赤月さん。うん、いえ何も。
はいね。その格好で潜る気かよ。あ、ですけど。仕方ないよ。僕が急に立ったりしたのが悪いんだから。実家から仕送りが届くまで数日の間の塾でもするよ。ダメです。お客様にそんなことさせるわけにはいきません。でも宿に泊まるお金もなくしたから仕方ないよ。でもあ、そうだ、泊まる場所ならありますよ。え、本当？ええ、アリアカンパニーにお泊まりください。もしかして？はい、私たちの会社です。あ、私たちのということはインディーネの事務所って？その通りです。よくご存知ですね。いや、それって見ず知らずの人を止める場所じゃないと思う。平気ですよ。いいですよね、アリシアさん。あらあら、どうしましょうか。ちょっと待ってくださいよ。ないわね。いいわよ。って了承ですか？ええ、あなたは悪い人には見えませんから。ではしばらくうちの会社でお世話させていただきますね。野宿しなくて済みますよ。ありがとうございます。ところで一つ聞いていいかな？もちろん、何でも聞いてください。君の名前だけまだ聞いてなかったんだけど。あれ、そうでしたか。そうだけど。私の名前はですね、にもみこちゃん。はあ、おお、そうだ青年よ。こやつはモミコ、もみあげ女のモミコだ。
水梨あかりというちゃんとした名前があります。ああ、あかつきさん笑わないでください。だいたい、あかつきさんが変な呼び方をするからですよ。いいじゃねえかよ、もみこで。もみあげの長いもみこなんだから。絶対、絶対ダメです。あ、お客さんも笑わないでください。それじゃあ、改めて水梨あかりさん、よろしく。こちらこそよろしくお願いしますね。あ、そうそう。何ですか？アリアカンパニーにはあかりちゃんも下宿しているの。よろしくお願いしますね。え？これからよろしくお願いします。